今回の動画は、お酒のすすめっていう、アルコールのすすめっていう話です。ふと思ったんですけど、うちのね、父親って結構、なんか食卓の時に、まあ近年なんですけど、うちの実家結構お酒飲むんですけど、なんかお酒飲めない人はかわいそうだな、みたいな話をするんですよ。で、僕はそこまで飲むタイプじゃないんで、まあそんなことないと思うけどな、とか思いながら、まあこう話聞いてたりするんですけれども、まあ確かにね、今ふと思ったら、やっぱ、お酒飲めた方がいいかなとは思いました、すごく。まあ、なんつうんだろう。幅が広がるっていうか、人生の幅っていうか、人としての幅が広がるっていうか、なんとなく、ですけど、僕は、そんなに別に今お酒飲みたいとか、そんなあんまないんですけど、ただ昔めっちゃ飲んでたんですよ。昔飲んでたっていうか、若い時に背伸びして飲んだりするじゃないですか。で、飲んでたんですよ。で、それ別になんかお酒が好きで飲んでたとかいうよりも、その場のノリというか、イエーイみたいな感じのノリ。やっぱそういうノリ俺大事にしたいから、飲んでただけっていうか、お酒飲んで美味しいとか、美味しいお酒もありますよ。美味しいお酒もあるんですけど、美味しいとかっていうよりかは、その場のノリをよく大事にしたいとか、盛り上げたいとか、そういうので飲んでたりしたんですけど、で、僕はナチュラルハイなんで、お酒飲まなくてもテンション上げられたりできますし、お酒飲んだからといって、なんか変わるってあんまないんですよ。たまに泣き上戸になったりとか、たまに泣き上戸になるか、ゲロを吐くか、それか寝るか。この三つしかないんですよ、お酒飲んで。お酒飲んで泣き上戸、ゲロ吐く、寝る。この三つ。まあ、寝るが一番あって、次にゲロ。稀なのが泣き上戸。うん。で、お酒飲んでもあんま変わんないんですよ、僕。僕は変わんないんですけど、多くの人は、ナチュラルハイってなかなか難しくて、お酒飲んで、ちょっとこう、ほぐれるみたいな、あると思うんですね。で、お酒飲むと、こう、普段と違う自分を見つけられるっていうか、多分。うん、だから、なんつうんだろう。なんかこう、自分のこの人間の、こう、枠っていうのが幅広がるっていうか、なんかこう、まろやかになるっていうか、なんつうんだろう、難しいけど、ふと思いましたね。うん。で、俺もお酒飲んで、酔いすぎて、駅前でゲロ吐いて寝てたこととかあります？俺あるんですよ。朝方起きて、もう寝ゲロしてて、駅前で寝ゲロしてたみたいな。最悪みたいな。あるんですよ。もうそんなん絶対したくないですけど、そういう経験した方がいいとは思わないですが、そういう経験とかあるって、そういう経験っていうか、だから、ちょっとこう、羽目を外すじゃないですけど、普段と違う。普段だったら、俺普段からこれナチュラルハイでいきますけど、普段だったら、寝ゲロしてないですよ。お酒飲んでなかったら、ゲロ吐いてないですよ。寝ゲロして、朝寝てないですよ、駅前で。だから、お酒飲むことによって、違う自分っていうか、普段ならない自分が出ることによって、まあ、日常生活そんななんないですよ。日常生活そんな、ねえ、寝ゲロなんてしないけども、なんか幅が広がったり、まろやかになるっていうか、人間としての角が取れるっていうか、そういうのがあると思います。振り返ってみると。多分お酒飲まないで僕生きてたら、そういう、今僕みたいな人間になってないと思うんですよ。お酒飲んできた後藤輝樹がいるから、今こういう後藤輝樹がいると思うんですね。うん。だから飲みすぎも良くないと思います。飲みすぎも良くないけども、飲まなすぎも、全く飲まないってちょっと、思いましたね。もちろんね、飲めない人とか、体質的に飲めない人とかいると思うんですけど、正直僕も飲めなかったです、最初は。最初は飲めなかったけど、無理して飲んだら、なんか体が慣れてきたみたいな感じもあるんですよね。うちのお父さんも最初飲めなかったみたいなこと言ってましたけど、だからそういうのもあると思うんで、
本当に飲めなかったらまあ仕方ないと思いますけど、そのね、の、うん。で、飲め、こういう言い方したらちょっと申し訳ないかもしれないですけど、飲める人の方が俺優しいと思うんですね。優しいっていうか、飲める人の方が優しい気がします。優しいっていうか、だって飲むっていうのは自分のポリシーを曲げて相手に合わすってことじゃないですか。自分は本当は飲みたくないけど、まあ場の付き合いとしての、まあちょっと一杯だけみたいな、そういうのあるんですよ、コミュニケーションとして。で、もう私はもう頑なに飲みませんっていう人は、そのなんつうんだろう、その場を破壊する行為っていうか、拒否、否定する行為じゃないですか。だからもちろんそのね、なんつうんだろう、飲まなきゃいけないってわけじゃないけど、その飲むこと云々よりその場にお付き合いします。飲むっつっても、もう口つけて別に飲まなきゃいい。まあ、一杯だけ飲むとか、まあ、飲んでふりしてるとか、いろいろあるじゃないですか。わかんないですけど。そういう、相手に合わせる行為だと思うんですね、飲むっていうのは。だから、俺も正直僕、実家に帰ってね、別にそんな俺、飲みたく、の、そんな俺飲み、しょっちゅう飲みたいわけじゃないから、あれなんだけども、ビールとか出されたりね、なんかいろいろ出されたらもうの付き合うわけですよ。しょうがないから。しょうがないって言ったらね、失礼かもしれないけど、でもそういう、なんつうんだろう。その場を一緒に共有するっていうか、その飲みの場を一緒にこう、盛り上げるじゃないけど、一緒にこう、なんか、いいものにしていくっていうものの一つとして、その飲むっていう行為があるかなってふと思いました。よくよく考えたら。だから別に俺ね、あんま他人に興味ないから、別に飲みたくない人飲まなくていいんじゃないとか思ってたんだけど、飲めた方がやっぱいいかなと思います。それは場を盛り上げるとか、そういうのもあるけれども、その相手に合わせる優しいとか、そういうのもあるけれども、自分のその殻を破れるとか、自分の枠を外せるとか、そういうのもあると思うんですね。僕振り返ってみると、飲む人と飲まない人で、ちょっと考えたら、共通点とか抽出するとか、抽象度をこう上げていくと、もしかしたらそういうとこあるかもなっていうふうに、ちょっと思いましたね。だから、やっぱ繊細さと大胆さって両方必要だから、飲むって結構、やっぱ、お堅い人は飲まないとかあると思いますけど、やっぱこう人生特に、イエーイみたいな時もあってもいいと思うし、そういうのも体験しとくというか、の方がなんかこう、幅というかなんかいいのかなと思いましたね。それはだから、飲まなきゃダメだととかじゃなくて、これを聞いてるあなた、これを見てるあなたにとって、そういう飲めた方が、人生的に、人生として、人としていいのかなってちょっと思いましたね。それはだから別にたくさん飲むとかじゃないですよ。たくさん飲むとかじゃなくて、適度にそれを楽しむというか、っていうふうに思いました。だから、どっちもできた方がやっぱいいっていうのはあると思うんですね。だから僕もマスクもしてるけど、別にマスク外すこともできるし、まあだからそれ、だ、うん、だから、どっちも合わせられるから、別にお酒飲まなくても平気だし、お酒で飲んでる場だったら、じゃあ飲むとかもあるし、まあいろいろ、TPO に合わせて、その時の感じに合わせてだけど、そういうのはあるし、まあなんか付き合いで、わあ、飲まなきゃよかったみたいなのがあるんですよ。わあ、飲みすぎたとか、まあ、何も覚えてないとか、吐いちゃったとか、頭痛いとか、わあ、タバコ臭いとかあるんですよ。まあ、タバコ俺好きじゃないし、わあ、タバコ臭い最悪やわとかあるんだけど、だからもう嫌だみたいなのあるんだけど、でも、それもまたなんかまあ、なんつうんだろ
醍醐味というか、人生の醍醐味とか、なんか絆が深まるというか、別に、それなくても別に深められると思うし、深められたらいいなとは思うけど、まあそういう深め方もあるかなって僕は思います、なんか。だから、なんつうんだろう。だこういう言い方すると、ちょっと、ね、なんか傷つけたりしたら申し訳ないけど、だから、親父が言ってた通り、お父さんが言ってた通り、確かにね、まあ、損してるというか、ちょっとこう、楽しみの一つを、自ら、こう、なんかこう、塞いでる気は、やっぱしましたね。僕は別にそんな飲まないけど、今でこそそんな飲まないから、別にそんなことないんじゃないって思ったけど、酒飲まなくても別にいいんじゃないとか思ったけど、飲めた方が、別に飲ませようとか思ってないですよ。飲ませようとかそういうことじゃなくて、飲めた方が、いいのかなと思いました。幅が広がるっていうか、まあ、なんかね、さっきからずっと言ってるけど、幅が広がるとか、なんか言ってるけど、あまりね、飲みすぎも良くないよ。飲みすぎて、飲みすぎは良くないんだけど、でも飲みすぎは良くないって言ってて、飲みすぎたわ、みたいな経験みたいなのも、まあ、一回ぐらいあってもいいと思うんですよ。で、もう、これ以上、こんぐらい飲んだらやばいなと思って、そういう、やっぱ全部、人生ってやっぱ、経験とか体験だから、やっぱそれってやっぱ大事だと思うんだよね。経験とか体験って。やっぱっていうか、やっぱちょっとキャンセル。資本主義社会だから、お金とか、お金を目指したり、お金儲け目指したりとか、出世を目指したりとか、地位とか名誉とか、目指しがちだけども、結局はやっぱ経験とか体験なんだと思うんですよ。お金持ちとか、お金を儲けるとか、その出世とか、その過程の中にいろんな経験がある、経験、体験があるから、ちょっと、うやむやになっちゃってるかもしれないけど、本質はやっぱ経験する、体験するということだと思うんですよね。こう人生、生まれてきて、どんな体験するか、どんな経験していくかって。まあ別に経験、体験し、ね、しなきゃいけないとかじゃないけども、もしなんかこう、より高みを望むとか、より深い人生を味わいたいとか、まあ一度しかない人生だとしたら、まあできる範囲でいろんな経験体験しといてもいいかなとは思う。でもほら、それ経験体験するじゃ何でもかんでもってわけじゃないじゃない。人殺しとかさ。一回経験しとこうかとかないじゃん。犯罪とかさ。なんか、淫乱国とかさ。そんなの経験したくないじゃん。何でもかんでも経験体験じゃないけど、でも、犬のうんこ食うのとお酒飲むんだったらお酒飲むとか、お酒飲むとかは別にっていうふうに思いましたね。だから。二つ言うと、お酒飲む、主だったらそのあれ言うと、自分のなんか人間としての幅が広がるっていうのと、その相手に合わせるっていう、相手に合わせて場をこう、良くしていくっていう、その、なんつうんだ、そういうのを覚えるっていうか、そういう人間になれるっていうか、って思いましたね。だから多分、そのお酒飲んじゃうと頭痛いとか、ちょっとなんか、自分をコントロールできなくなるのが嫌だとか怖いとかってあると思うんですよ。お酒飲んでなんか、記憶なくなってなんか変なことしちゃったら嫌だとかさ、いろいろあると思うんだけど、まあ確かにそれはあるかもしれないけど、やっぱそれを超えるっていうかなんつうんだろう。ちょっと酔っ払ってハメ外すみたいな、ね、酔っ払ってハメ外してさ、ね、人を殺しちゃうとかダメだけど、車で引いちゃうとかダメだけど、酔っ払ってハメ外して、
ちょっとなんか、ちょっと難しいけど、酔っ払ってハメ外してちょっとお茶目やらかしちゃいましたみたいなのは、あってもいいかなとかは思います。でもやり、ね、程度はあると思うけど、って思いました。そっちの方が、お酒ってだから、なんかネクラな人を根垢にさせる力があると思うんですよ。陰キャとかなんか言ったりするじゃないですか。なんかこう、ちょっとこう人見知りな人をちょっと陽気にさせるっていうような。で、陽気にさせるっていいことだと思うから、普段ちょっと暗い人がちょっとね、陽気になる機会、チャンスって考えると悪いことじゃないかなとかは思います。ふとね、全然ね、飲まなきゃいけないとかじゃないし、飲まなくても全然いいと思うし、ふと思いました、なんとなく。世間一般の体験を、多分ね、お酒飲むって世間一般にある体験の中だと思うんですね。普通になんか、ある。みんなが知っておくべきとか、みんなが経験しとくべきの中に入ってるものだと思うんですよ。イレギュラーな体験じゃないと思うんですよね。だからなんかそういうのを知っておくと、例えばドラマ見たり、漫画見たりとか、映画見たりとかで、ちょっとこう、感情がわかるとか、もちろん、飲まない人の感情もわかるけども、飲まない人の感情も分かった上で飲めたら、またそれを幅広があるわけでしょ？俺は今まで飲まなかったけど、私は飲まなかったけど、飲めたらこうなるんだとか、例えばですけど。でもそれはお酒に限らずいろんなことあると思うんで、食わず嫌いみたいなあると思うんですけど、やらず嫌いとか。っていうふうに思いました。ということで何かの参考になれば幸いです。いつもご視聴ありがとうございます。感謝です。愛してます。